どううもおはようございますす7月8日日朝5時です昨はあ願いがか叶うように短冊を作ったりとかしたもんですけども FX 的にはなかなかね願いが叶うような相場にはなっておりませんまあなんせね私たちの都合のいいように、まあ、絵に描いたような相場ってのが向こうからやってくるわけではありませんからねランダムウォークっていう時はやっぱり1時間でも30分でもありますからね ランダムウォークって本当によく意識した方が良くって、これ本当にね、誰の意識も入らずに、もう適当にほとんどランダムに動いてるような状態のことを言うんですけども、まさに時間軸を短くすればするほどね、ランダムウォークに近くなるっていうのは以前お話した通りなんですよ。例えば時間軸を1週間とか1ヶ月とか1年にすると、これはテクニカルが本当に行きやすいんですよね。でも 大きな時間軸にすると、資金量も必要ですし、なんせ時間がかかっちゃうでしょう。だから私たちがやる中で、一番バランスが取れてるのは、やっぱりね、半日は FX 絶対向き合えないわけですから。まあそういうことを前提にお伝えしますんでね。まあですので、1時間が一番、 ランダムウォークとテクニカルの間でバランスが取れてるとこじゃないかなというふうに思ってこの1時間軸を主戦場にしてるんですけどもそれでもね1時間でエントリーするポイントが見つからないテクニカルがどうにも応用できないと思うと結構歯がゆいですよね。ということで昨日はほとんどトレードができない状態だったと思いますけどもでもねこれ大事なことなんですよ何が大事かっていうとこういう時でも損失を出す人は無理やりトレードしちゃうんですよでもですよ 昨日はトレードできなくって、まるでね、利益を取り損ねたような気がしますけども、こういう時に損してるっていう自分の過去を振り返った時に、損をせずに済んだってところに思いを向けていくことが大事なんですよ。損失を防いで、利益の取れるところにエントリーしていく。まさにこれをしないといけないのに、今日一日があるのに、寝動きがあるのに、なんで自分はトレードできないんだろうとかね、思うところに、まあ、あの、ポジポジ病の種があるわけですよね。 はいじゃあ前提はこのぐらいにしまして今日もいろいろとお話ししていこうかと思います今15分足を見ていただいてますえっ、ー、とね1時間で取引するのになんで15分見るんだってことなんですけどもあくまで時間がある方ねべったりと貼り付ける方はここでこういうふうなねレンジオプションが引けることに気づいてるはずなんですよそうなると十分なこれピップスがあのー、まああるわけですから、まあ、この間でねトレードができなくはないよねってことなんですよ ただ十分なピップスとは言ってもね、えー、っとそうですね。こちらにありますように、136円の125と135円の556。つまりは、60ピップスの、まあ差ぐらいしかないんですよね。で、私が推奨するのは60ピップスだとちょっとね、レンジオプションとしては弱いんで、せめて70ぐらい欲しいなっていうとこなんで、んまあできなくはないけども苦しいよねってとこなんですよ。まあですんで、時間がある方。 になってくるんですよね時間があればこのレンジオプションに気づいて早めにねこの辺りで勝負を仕掛けることができるってことになりますんでまあけど今1時間で勉強してらっしゃる方はこの15何で,いいで,でお話したかっていうとテクニカルが1時間でできるようになった時には15分とか5分っていうのを見るとねあの1日時間が空く時って将来的にあると思うんですよ。その時に 5分15分でいくらでも利益が取れるでしょってことを今のうちに示唆しておきたくって、まあ、一つの希望としてねあのお話ししましただから今1時間で、えー、エントリーするポイントが見つからないからといって将来はエントリーできるポイントなんていくらでも見つかるよねってことをちょっとね含ませたくってここまでの前提をお話ししました それは今日もエントリーするポイントが見つかるかどうかはね、非常に可能性が低いんで、特に夜は材料が来ますんで、早めに、ね、ポジション手締まりした方がいいんですよ。今日の材料は21時半ですから、深夜はやっぱり勝負になりませんので、もうね、土日もありますから、枕を高くして寝ることを考えてください。ね、FX のこと毎日やっぱりやっていかなくちゃいけないんですけども、基礎用語を覚えたりとか、過去のチャートからいろんなところを拾い上げたりとか、トレーニングはいくらでもできますんでね、あのリアルタイムじゃないと FX の力がつかないってことは全くありませんから。 そこは本当に大きく考えをねあら変えていっていただきたいと思いますそれでは今日は基本に忠実一日から見ていきますやっと相場解説です <laughs> すいませんはい一日足なんですけども見てご覧のように右肩上がりは変わっておりませんそしてここ覚えてますダブルトップがあったでしょでダブルトップの間に下ヒゲがこういうふうに派手に出てるときってそんなにね下の方に行かないんですよ で、下の方にあんまり行ってないでしょ。ここでズバッと行った時はびっくりしましたけども、そっからずっと一日走ってずっと要線ばっかりでしょ。つまりは、右肩上がりのトレンドの方に、この要線の連続を見たらわかるように戻ってきてるんで、基本的戦略は倍なんですよ、これからも。で、問題はここを超えていけるかどうかってことですよね。136円の840。これを超えたら137円以上の140円に向かう流れができていくってことになります。これを意識しておいてください。じゃあ次は4時間です。 はい、4時間を見てみますと一つはですねこのレンジオプションが見えてくること、ね、この辺りでレンジオプションまあでもレンジオプションの中でもどうもね三角形がちっちゃくなりかけているんでまあフラクタル図形ってやつですねあれを見ていってもいいのかなと思うんですけどもちょっとここでねフラクタルがずれ始めたんでもうちょっと様子を見ないといけませんけどももしかしたらこういった形で収束に向かうのかもしれないですよねもしくはここをきっかけにしてこっからちょっとね上に行く ヒゲのしさも出てますから、ブレイクが、その三角形で見たらね、ブレイクが始まりつつあるのかなとも見ることができるんですよ。ですので、136円。このあたりの水準を超えていくかどうかっていうふうなところを見るのと、あとはこのね、トライアングル、ペナントをブレイクするかどうかってことを見ていくっていうのを4時間では意識していきます。はい、それぞれ意識するポイント分かりました。で、最後1時間です。1時間なんですが、 ちょっとね、ねこれれはままたた乱れ飛んできました、ね、あのちょっと前にお話ししましたけども陰線と陽線がねあの交互に出てくるような形っていうのは難しいんですよ、うん、ロスカットも食らいやすいですから最終的に倍か競るかっていう選択はあっていたんだけどもその間にあの急激な値段の変動でヒゲで刈られてポジションがなくなった状態で目標利益のところに達していたみたいな笑えない状況もありますで今は、ね、その状態がこういういにしてみると よくわかると思います。だから、バイでもエントリーしても、バイでもセルでも結局かられちゃうっていう図なんですよ、これは。だから今日もね、手が出しにくいですよ。私たちが手を出したいのはこういうところなわけじゃないですか。もしくはこういうところね。こういうところでは取れてたでしょでも、こういうトレンドでは取れないわけですよ。で、それの見分けができただけでも、昨日、今日と2日間使っても十分未来への貯蓄ができたってことだとお考えいただければと思います。はい、ということころでね。 今日どうするっていうところまでには至らないんですけども、この辺で朝の解説は終わりにさせていただきます。ではまた更新しますのでお待ちください。